ビルヘルム・フォン・ビュルテンベルクは、ビュルテンベルクの王族で、オーストリア・ハンガリーの将軍、ビュルテンベルク公。1878年から1881年まで、オーストリア主政家のボスニア・ヘルツェゴビナ総督を務めた。ロシアの将軍だったビュルテンベルク公遺言と、その2番目の妻でホーエンロー・エラン・エンブルク公、カール・ルート・ビヒの娘であるヘレーネの間に生まれた。 ジュネーブ大学やボン大学などで学んだ後、1848年に、少尉として、オーストリア軍に入隊した。1849年3月の、ピエモンテサルデーニャとの戦争では何度か負傷したが、その勇敢さを、ヨーゼフラデツキー元帥に称賛され、すぐに大尉に昇進する。1853年に、昇差。1857年に中佐となり、1859年には、 第27不評連隊の司令官となった。同じ1859年に起きた第二次イタリア独立戦争では、マジェンタの戦いで奮戦して、上官のビルヘルム・ラミング殉将や、エドアルト・クラムイコール・ガラス少将,将のみならず、敵軍にまで感銘を与えたという。ビルヘルムは1866年には殉将に、昇進し、北部軍所属の旅団長として、 ケーニヒグレーツの戦いをはじめ各地で戦った。その後帰化の旅団と一緒にトリエステに進駐し、さらに1869年にはプラハの第11師団長に転任し、同年に少々に昇格した。ビルヘルムは不服戦争ではドイツ側で戦い、また1878年にはロト戦争にも参加している。ビルヘルムは オーストリア軍によるボスニア占領作戦でも優秀な働きを見せたため、皇帝は彼の功績に報いるためビルヘルムを中将に任じ、第18軍団の総司令官とした。第18軍団総司令としての任務は、ボスニア西部全域の征服の完了と治安回復であった。1878年からビルヘルムはボスニアヘルツェゴビナを軍事的、政治的に組織化する任務を負い、 この地域の総司令官権行政上の長とされ、事実上のボスニアヘルツェゴビナ総督となった。彼は軍事的、経済的効率を十分に考慮して、数多くの交通路を整備し、この交通路は後にボスニアの情報網の発展に大いに貢献することになった。サラエボには非常に短期間のうちに少年たちが集められて全寮制の軍学校が設置され、 その後に行政官や司法官を育成するための学校も作られていった。1883年、ビルヘルムはレンベルク駐在の第11軍団の総司令官に転任し、さらに1889年にはグラーツの第3軍団の司令官となった。しかし1891年にビルテンベルク王ーカール一世が死んで、 ビルヘルムに西洋が即位すると、新王の推定相続人であるビルヘルムは退役して、ビュルテンベルクに移ることになった。ビルヘルムは、生涯未婚であり、また数々の戦争での負傷やイタリアでの馬車事故の後遺症のためすっかり体を痛めていた。1896年、療養中に、南チロルのメラーノで死去。68歳没。ありがとうございます。